飼料穀物サイロ石炭、サイロサイロは、工業原料や農産物、飼料など各種物資の能率的な集配と貯蔵のため、バラ積み方式の容器を用いた倉庫。農業用では米、小麦、トウモロコシ、大豆等の農産物、家畜の飼料を増地、収蔵する。工場等では、粉体、粒体製品を出荷、包装するまで一時的に貯蔵するタンクをサイロと、 小することがある。大きく施設型と、下半型の2形態に分類される。施設型サイロは、さらに等型サイロ、水平型サイロ、地下型サイロに分類される。石、レンガ、コンクリート、金属等で作られ、牧草やトウモロコシ等の資料作物などが貯蔵される。加発型のサイロには、ロールベール等に代表される、ラップサイロ、 食品製造カス等の流通に主に用いられるトランスバック等のバックサイロ専用機械による高密度の詰め込みが可能なチューブサイロや地上に材料を堆積させシートで被覆するスタックサイロ等がある飼料作物に付着する乳酸菌の作用により飼料を嫌気的条件下で発酵させることで pH を下げカビ等による腐敗を防ぎ長期間の保存を可能にする サイロにて保存された飼料作物のことを一般的にサイレージと称する。主に北、ヨーロッパ、アメリカ語大湖沿岸、北海道など落農地帯や国草地帯において多く見られる。日本最古のサイロは小祝農場にある一号サイロで、木製としては北海道阿比町早北にあるサイロである。今日の日本においては、銅型サイロは建造費用がかさむこと。 サイレージを作る際に大きな労力を要すること、高水分の牧草を大量に詰め込んだ、サイの強度不足からなる倒壊事故が頻発したこと等から、使用頻度が減少している。それに代わり、牧草の保存用としては、ラップフィルムを用いたロールベールラップサイロが広く普及している。収穫地、輸出入地、工場等の、食用や食品加工用等の米、 トウモロコシ、小麦、大豆等を貯蔵するサイロは、1本あたり500トンから1500トンのものが多く見受けられ、数本から十数本が連続した形態で建設されることが多い。日本では原料用の穀物は大半が外国からの貨物であり、搬出入りの設備のほか、輸入にあたっては植物検疫上訓場を行う必要もあることから、 そのための配管を備えているサイロも多い。サイロの構造的事故には基礎構造の破壊、内圧による破壊、粉塵爆発などの事故がある。また、発光や微生物の酸素消費によりサイロ内が酸欠状態になり、サイレージの貯蔵や搬出作業中に窒息する事故がしばしば発生している。貯蔵庫としてのサイロは穀物の腐敗を防ぐため機密性に優れる。 ここから転じて、組織間の情報共有や風通しが悪くなり、組織運営が非効率な様を、サイロ型と表現する。ありがとうございます。